しいからね。それで十分です。これはあれ三上家にお嫁に来られた方の打ちかけというのをお伺いしましたけど、はいはい、江戸後期から戦前までにこの三上家に嫁いで来られた方が、うん、花嫁衣装ということで来てこられた打ちかけというふうに聞いております、うん、なんかやっぱりすごく今見ても新しいデザインのような。そうですね、金糸銀糸がたくさん使われておりまして、今で刺繍で綺麗に作られてますね。宮津の方がなんか好んで、なんていうんですか、その着られる色とかってなんか地元の方としてなんかイメージあります？でも着物として、着物とか、でも白はねやっぱりですよね。若い方なんかはやっぱり赤とか、でも最近はいろいろの、ね、はいはい、色の打ち掛けを着られるようですね。昔の方ね、小柄なので今が思うとこの打ち掛けもちょっと手掛け短くって、はいはいはい、幅なんかもちょっと狭いです。これ普段から見れるんですか、ここに来たら。これはこの3日間の特別展です。3日間だけ、はい、じゃあ早く来ないと。そうですね、今日で終わります。今日で終わります。貴重な映像に残しておきますね。でもブローなんかも綺麗に残ってますので ね、刺繍も。この刺繍なんかの職人さんも宮津の方なんですかね。そんなことはない。もう昔のものなんであれなんでね、ちょっと詳しいことは分かりませんけれども、まあ、京都のね力で作ってるんだと思いますけど、はい、